こちらは目下捜索中よ。いえ、何、横須賀でのアサシン戦といい、私は別に気にしませんとも。お、はい。そういえば武蔵、あのと、あれ話してなかったか。なるべく手短にお願いしたいで。ね、天衣無縫の女侍と極の偉人、二柱の守護者を擁する吉原の町は、義の喧騒広がる江戸にあっても常と変わらぬ平穏な様子を見せていた。そんな折、高尾太夫のもとへ吉原を探る不届き者ありという伊織の言づてが届けられる。よしよし、お疲れ様、バーサーカー殿。しかし、どこかの陣営が随分と大胆に出てきたものね。念のため太夫に伝え。なるほどね。あ、他のマスターを探ってるってんなら。伊織く、それで、あな、特に何も。この吉原を荒らされちゃ、黙ってる顔見せもなしに太夫のとこに潜り込もうだなんて連中。いいわね、それ。この吉原の新しき女用心棒、宮、さあ吉原を荒らす不徳とは言っても、まずは怪しい人物。近頃あちきら遊女の相、いつも同じ格好で。遊女を見つめる男ねえ、ただのお金のない人のような気もするけど。いい子いい子。あなたね、誤解だぜ。はい、お話は自信ば。待ってくれ、俺は。やれやれ、案の定外れだったわね。そっちの路地でかくれんぼしてる人が誰から隠れてるの。隠れている男、念のため確認しとこうかしら。そこの怪しいお兄さん、裏路地で何をやってるのかしら。うわっ、脅かすなよ、あっち行けって。見つかった。ふーん、そ、借金取りさん、お探しの人。ああ、やれやれ、案の定外れだったわね。なんだと。ふん、怪しい連中、珍しいからってんで眺め。あれは何かたく。路地裏に入っていく偉人の集団、当たりを引いたのかしら。間違いない、はぐれですか、あるいはおそらくマスター持ちだ。高尾太夫は高名な遊女ではあるが、いずれの家系の魔術師なら、時計塔と関わりのある日の本の魔術不明だ。時計、あるいは日の本に特有の陰陽道、修験道、何であれ報告をまとめる。はーい、
何番の船乗りさんたち？魔力反応総員迎撃態勢この私を決める。巨漢の偉人の方が相手だったらここまでか。なんとオロチか。この機に乗じる。ああもう放っていたら町がめちゃくちゃよね。いい、見るからに手ごわそうなオロチこたびはバーサーカーの怪しきオロチ新面武蔵が相手となり、撫で斬りにしてあげましょう。やっ、えい、切り返せるか。万代自在天地異王クリから小テンション行くぞ。剣豪バットイサナ大テンション当然逃げられちゃったわね。今は太夫へ。おかえり武蔵ちゃん。大立ち回りをやったってけ。おお、関東風うどんの方がまだ、うん、だからね、さぬきの。どうも向こうさん、吉原の昼と夜を牛耳るな。私が吉原の元、ああもう私が元締めやれてりゃ区外なんて呼ばれないくらいにね。しかしあれだね。ああ日の本の出です。長崎あたり出島。さすがにそいつは遠すぎるね。近頃ね、お上が品川と横須賀。海か、いいじゃない。頼まれてくれるかい。ええ、ま、吉原にちょっかいかける不届き者の。というわけで、笑いと涙ともあれ、師匠が戦ったのは。ふむふむ、